ども鳥の爪団外です。ザ・キャスティング・オブ・フランクストーン、続きの方やっていきましょう。前回の動画は概要欄からチェックできます。それではあらすじいきましょう。前回までのザ・キャスティング・オブ・フランクストーンは、映画撮影チームにロバートを加え工場へ向かった4人、道中保安官のサムに危うく見つかりそうになるものの、なんとか排水路を通り工場の内部に入ることに成功する。順調に進む映画の撮影、残すシーンは溶鉱炉での撮影のみとなった。そこにやってきたのは後をつけてきたハイメの姉ボニーだった。かつて連続殺人鬼フランクストーンとの決着の場となった溶鉱炉は他とは違う雰囲気が漂う。撮影を終えてホッとしたのも束の間、ハイメの演技を間近で見ていたボニーは苛立ちをあらわにする。仲裁に入ったリンダはボニーを一度外に連れ出す。その間残された3人は奇妙な光が溶鉱炉から出ているのを見つけ、それを撮影する。そして工場の奥、機械工作所へと向かうのであった。さあ、ということでやっていきましょう。ここ、まあ、ちょっと会話とりあえず聞いていこうか。きっと手足を引きちぎられて、うん、保安官はそんなことしないでしょ。息子は別さ、容赦しないよ。この場所に執着してるの変じゃないか。だよな。でも俺が知る限りずっとそうなんだ。小さい頃は何も思わなかったけど、自分が犯人を殺した工場を真夜中に散歩するなんてやっぱり変だって今はそう思うよ。でもだから現場に戻るのかな。何か救いがあるのかも。正直さ、救いを求めてるのかもわからない。どうして？あ、それが取り憑かれたような感じなんだ。どんどんひどくなってる。なるほど。で、どんな風に？父さんなりに罪の意識を和らげようとしてるのかもしれないけど、父さんは従来とは異なる哲学を調査し始めて。ほう。従来とは？ああ、針を刺す治療とか？そういうんじゃなくて、ひょっとしてカルトとか？ああ、言うんじゃなかったな。もう出遅れよ。父さんを誤解しないでほしいんだ。真面目な人なんだよ、本当に。もちろん。あなたがそう言うならね。まあ、いわゆるスピッテルって言われるような感じっていうのかな。まあ、宗教チックなものとかもいろいろ資料として調べるようになったってことだよね。まあ、それだけやばいものを見てしまったからゆえにってことだと思うんだけどね。ここが一番最終的に行くべき場所なのかな。長押しで開けるになってたから。で、上の方にあれだよね。そう、箱があるんだよな。ただはしごが降りてきてないから登れないと。なんかでもさ、このゲームこうパート今4かなになるまでやってきたけども、こういう探索パートの時になんか突然襲われるみたいなことは、まあ、基本的になさそうですよね。なんかさ、てっきりこうデッドバイデイライト関係してる作品だからがっつりチェイスパートとかあんのかなって思ってたけど、あんまりそういうのが頻繁にはなさそう。あ、クラウンは素敵じゃない。俺クラウン大好き。いつもピエロなの。いいね。ピエロなんかね、何ぼいけばいいですからね。懐かしいな、クラウンとか使って実況してた頃。あ、ここは南京錠か。なるほど、鍵がかかってる。これさ、前に手に入れた鍵ってさ、鋳造所かなんかに行くための鍵っていうの持ってたけど、それはもう使っちゃってんのかな。まだこれ以降使う場面があんのかな。まあ、上にある箱気になるは気になるんだけど、ちょっと鍵が見つかんないのと、まあ、場合によっては選択肢が別のパターンじゃないとなんか取れないっていう可能性もねあるし、まあ、一旦後回しというか先に進んでいきましょう。うん。さあ、次のエリア。ちょっと待って、ここがそう。うん、フランクストーンの作業してた場所かな。ここが機械工作所よ。うん。あ、こいつはすごいな。クリスは本当に物探しが得意なんだな。そうだな、さすがクリス。何かないか見てみましょう。そうだな。ああ、警察が見逃したものがあるかな。捜査したんだろ。見落としたか。ねえ、見て。貨車？そうよ、記事には作業員が足りなくていくつも任されている。今は自分しか操作方法を知らない機械もある。ほう。圧延機や切断機、貨車輸送システムなどとフランクストーンは語った。もし貨車輸送システムを操作できるのがフランクだけで、あれがまだ吊るされてるなら手つかずのままなのかも。ああ、確かに。あの中に死体はないよな。覗いても損はないでしょ。でもあそこまで上がれるのか。
方法を探そう。さあ、まあ、死体があったら腐敗臭がして、さすがに警察も分かると思うけどね。さあ、ということで、あそこに上がる方法は、ハイメになったんだ。へえ、でもなんか使うキャラクターが切り替わるのなんか面白いね。ここの辺あれだよね、多分あのオープニングムービーでさ、作業してて、で犬が寄ってきたところだよね、きっとね。まあ、とりあえずでも周りにあるものを軽く見てからにしようかな。あ、開けられる？開かない扉ばっかりだな、ほんとな。うん、鍵がかかってると。まあでも意外となんかそんな読めるような資料とかもない感じなのかな。ねえ、テーブルの上とか軽く見たんだけども、特にメモ帳とかはなかったかな。こっち側は？あ、これなんかボタン押す。うん、押してみようか。これでドアが開くはずだよな。なるほどね、ドアが開くはず。とりあえずコードが伝ってるのがそっちの方だから、そっちにまあその動力がいったって感じだよね。ここは、あ、窓枠見れるみたい。何か役に立つものがあるかも。あ、鍵あるじゃんね。他は特になんもないかな。でもこの鍵に関しては使えそうだな。この中に入るためにはやっぱ結局ここのドアを開けなくちゃいけないっていうところだもんね。で、まだ見てないこっちの方もぐるっと一回見てみましょうか。下の方は、あ、ちょっと不気味だね。ほんとまさにチェイスとかで使われそうなところだけどね。この上と下を行ったり来たりとか、デッドバイデイライトとかだとやりそうじゃない。こっちの奥の方はロバートが見つけたものを見る。あ、なんか見つけたんだ。うわ、ちょっと待って。うわ、いよいよそういうパターン。そうだよね、なんかボタンを押しても開かなかったってことはジェネレーター必要ってことか。そうみたいだな。うーわー、じゃあ俺が見るよ。一つ聞いてもいいかい。え、ああ。なんで撮影に誘ってくれなかった？ああ、それはクリスの映画だからさ、彼女が決めることだ。そうだけど、俺もホラーに詳しいの知ってただろう。最初から力になれたのに。いや、でもそれは重要じゃなくて。なんだよ。確かにホラー映画を作ってるけど、うん、俺はただ自分の彼女と親友と一緒に何かしたかっただけだ。その3人でさ。俺は邪魔者か。まあ、ハイメからしたらね、ちょっと恋敵になってしまいそうな存在っていうところあるもんね。で、前々からちょっとそれを不安視してるところあるもんな。俺の彼女と随分親しそうだな。短期、クリスと二人で話すこともできない。あー、なるほど。でも全体的にさ、やっぱこの工場に来てからみんなちょっとこう争い合うような構図にちょっとなりつつあるんだよな。あんまり短期とかは良くないんじゃないかな。疑念の方にしとこうかな。うん、どうも俺の彼女と随分親しいみたいだな。うわ、これも十分嫌だけどね。彼女と一緒の時、話題の 80% は何だと思う？彼女の素敵な彼氏についての話さ。嘘。嫌になるくらいだよ。え、何話してるの？うわ、最悪のタイミング。あのドアを開けるには電力が必要なのね。鍵を見たんだ。使えるかな？かもね。動かせそう？ああ、残念ながら故障してる。大丈夫だ。部品をいくつか集めれば直せるよ。じゃあ探しましょう。うん。修理用部品を見つける2分の0と、まあ、2個あるみたいだね。いや、でもここでまさかのこの発電機出てくると思わなかったな。となるとさ、そのデッドバイデイライトの世界で出てくる発電機っていうのはこのフランクストーンが作ってるっていう可能性もあるのかな。この発電機を作った人物みたいなのって多分今まで描かれてないはずだもんね。フランクストーンがそれこそ最初に作った人なのかもしれないね。それだけこう DVD の世界にとってもやっぱ重要なキャラクターではあるっていう感じなのかな。面白いよな。
あ、これがとりあえず発電機に使えるかも。かな、うん、とりあえず1個ネジゲット、あともう1個どっかしらにあるって感じだよね。あー、これだね。発電機に使えるな。これが修理用のパーツだ。うん、アイテムゲット。じゃあこれで修理部品見つけたから、もう一回あれかな、ジェネレーターの方行けばいいかな。でもなく、その発電機つけ始めちゃったらさすがにやってきそうだよね。でもフランクストーンと、まあでも修理していきましょうか。うん、発電機を修理するためにクリックを長押しするとスキルチェックが表示されます。スペースを押してポインターが成功ゾーンを指している間にポインターを止めます。まあいつものスキルチェックみたいな感じだな。濃くなった部分で止めると修理の進行速度にボーナスが入る。まあクリティカルみたいな感じだよね。成功ゾーンを逃すとスキルチェックに失敗し修理の進行が後退します。これでもさ、どうすんの、チェイスみたいなのあんのかな。はい、よし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 、いいよ気持ちいいね。はい、あー惜しい。でもなんか欲張ってクリティカル、あみたいのを狙うとこういうことになるんだよな。よしよしよし、なるべく安全に行こうか。でもね、うん、このさ、でもメーターが真ん中のところ過ぎた後怖いんだけど、なんか起きたりしない？結構な頻度でスキルチェック来るな。 OK、 とりあえず1/2。はい、いいよ。まあでも他のやつらがきっとチェイスしてくれてるから仮にね、フランクストーンがいるんだとしても大丈夫でしょう。はいはいはい、これでラスト1回ぐらいか。はい、 OK、 これで1/2だね。どうも。おお、動力通った。おお、ドアが開けられるようになったね。まあ、あれが脱出ゲートになってればいいんだけどで、部屋の中にあった鍵を使ってそこの軟禁錠とかが開けられるっていう感じなのかな。パワーも得たし、これでまずボタンを押していく。やった、これでどっかに通じたぞ。なんか不穏な流れになってきてるな。で、隣の部屋が、そこがそうだよね。あ、開かないのかな。クリスが触ってるけど、あ、開かないんだ。別の方法があるかも。なるほど。男のパワーだったらいけるとかそういうことでもない。ダメか。コナンの事件の時みたいにね、突入したいけど、向こう側から鍵がかかってるのか。となると、あ、待って、話すっていう項目があったね。話していこうか。オフィスで鍵を見たよ。うん、知ってんだよ。それで貨車に入れるかもそうだよね。手が届けばだけど、まあだからこそこうぐるっと回ってかなくちゃいけないから、これあれかな、台を押して掴む。でそこが登れそうだもんね、窓枠のところがね。 OK、 これで登っていく。うわ、これでも単独行動見たくなってくるの怖いね。こっち側、あ、上に行けんの？はいはいはい。突然床が落ちたりしないよな。大丈夫だよな。しゃがんでいこう。たく、アライグマみたいに屋根のダクトをはわされるなんてな。ねえ。で、ここでいいのかな？降りていきましょう。で、よいしょ。ここには何があるんだ？で、この箱自体はあれだよな。あの、隠しアイテム何個取りましたみたいなやつだよな。うん。数は変わってないんだよな。なんか特に机の上とかのものは読んだりはできないのかな。じゃあまあ鍵をとりあえず取って、うん、これだね。この鍵で貨車が開けられるかも。うん、鍵ゲット。じゃあこっち側から出れるかな。うん、単純に鍵が閉まってたんだね。鍵はある？あ、名札がついてる。F ストーン。うおすごい。つまりフランクストーンに直接関係してるはず。なんてこった、なんてこったロバートは大丈夫だよね。その間その鍵でこっち来てなかったけど、ああいるよね。よかったよかった。じゃあここの上登って貨車の扉を開けていきましょう。うん、アイテムしよう。ちょっと待って、これさ、開ける前にこの鍵があれば
前のエリアのところとかも開けられたりするのかな。さっき開かないところあったけど、これ行き来ができるのか、そもそも。ああ戻れないのか。じゃあ貨車開けていきましょう。この中何が入ってんだろうね。なんだなんだ、どういうカメラアングル何か人の視線でも感じちゃったのかな。上だ。まだ上に行く必要がある。あー上に行くのか、はしごかな。これ登っていこう。なんか物が落下してくるとかそういう危険はあるかもしれないね。全然ね、この高いところにいるとなると自分が落ちそうになるとかね、そういうことはあるかもしれないから。ジャンプ、そっち側かな。なんかあった？わあ、これでも飛び乗ったらさすがに危ないんじゃない？まあ、話していこうか。まあ、クリスだったら軽いからワンチャンって感じか？率先的、俺から行く、ためらい、本当にやるつもりなのか？どうしようね。まあでも率先的で行ってみようか。なんか変にためらっちゃうと、クリスちゃんのなんか好感度とか下がりそうな気がするもんな。俺から行く。簡単さ、1。いいの。体重だけで行ったらね、多分クリスが行った方が大丈夫だと思うけど。おお、次も行くのね。おお、ちょっと待って待って、3人全員行くの。ちょっと、それは、おっと、はい、危ねえ。ありがとう勘弁してくる。急にスッキリチェック。もしそれを親父さんに伝えたら。それこそひどい死に方するとこだった。勘弁してね、今命関わってた。うわ、壁を貫いてる。はあ、違う部屋に続いてるってこと。あ、うわ、なんだよこれ。なんかの、え、嘘。そんな、あ、あれは。あら、お友達も一緒ね。あらあら、お友達も一緒。あら、すごい部屋に来ちゃったね。どうかしてる。なんかうめき声みたいな感じも聞こえてくるし。隠れ家を、探索すると、まずはぶち破った時に落ちたのか。さっきの手みたいなやつだね。これはノートがあるけど、ミルライトノートブック、シーダー製鋼所、機械加工&修理、シーダーヒルズ、オレゴン。見ていきましょうか。この他の人たちは誰なんだ。パーカー D、 却下、もっと近づきたい、一撃一撃をこの手で感じるやつを悲鳴を聞け。ケスラー E、 今度は長持ちさせろ、操作しやすい、首を綺麗に小刻みに切れる、やつの恐怖を味わえ。まあなんかいろんな狂気を試して合点してたのかい怖いノート。ああ、これあれだよね。僕の考えた最強マスクだよね。世界を浄化するために鋳造された生き物。手持ちのものを使え。違う。俺が夜に見るものじゃない。恐怖を与えろ。切断プラス固定。まあなんかデザインのコンセプトみたいのを書き上げてたって感じなのかな。すごいね。まあでもフランクストーンにとっては世界の浄化のために、まあ、必要悪というか、正義の名のもとにやってたんだろうな、いつも。怖い話。ストーンはここから出入りしたんだ。あ、それぞれの犠牲者に合わせて武器を作ってたんだ。新聞の方はストーリーが進まないやつかな。こっちを先に見ていこうか。警察はフランクストーンをこれに結びつけなかったの。カルハーン家の息子とその友人は殺害されたと警察が発表。1962年の出来事。この数日間町中で噂と憶測が飛び交っていたが、ロイド・クーシッチ保安官は昨夜会見を行い、先週木曜の夜、ホークラインポイントで遺体で発見されたジョージ・カルハーンとジョイス・バートンは殺人事件の犠牲者であると発表した。裏面は？その人たちの写真かな。シーダーヒルズでも評判の高いドラッグストア経営者、ウィルアム・カルハーン氏の息子ジョージ・カルハーン28歳とその友人ジョイス・バートンさんは、衝突して炎上した車の中で死亡した。週末も続けられた精力的な捜査の結果、カルハーンの車は道路から弾き出された際駐車中であったことが確認され、第三者の関与が濃厚となった。7月に起きた未亡人ドロシー・クレイ殺害事件の記憶がまだ生々しい中、また別の殺人事件が発生し
したというニュースは平穏な我々のコミュニティに衝撃をもたらしている。しかしクレイ夫人の事件では甥のエルビスがクーシッチ保安官による迅速な捜査により逮捕され、すでに有罪判決を受けている。今回の事件も迅速に解決され公正な結末を迎えることが望まれている。あーなるほど。まずあれだよね、多分そのエルビスっていう人をクーシッチ保安官逮捕しちゃってるけど冤罪だったって感じなんじゃないかな。結局フランクストーンが裏にはいたってことだもんね。で、あとそのドラッグストアの経営者の話が出てるけども、これって前回のパートで出てたマルチバースの話とつながってきますよね。他の世界線においては、この人も元気に過ごしていたりするっていう。まあだからフランクストーンによって消されてしまったんだな、やっぱ結局はな。で、これだね。この瓶を見なくちゃいけないと。観察していきましょう。お酢。あー、なんか、やばい、もう入ってんじゃないの。なんだこりゃ。どうした？規制が。犠牲だ。ストーンの犠牲者だからでした。きっとそうだよ。警察は見落としたんだ。それはからだからね、見落とすよね。まあ多分本当は生首かなんか入ってんだろうね。警察はこの場所を見つけられなかったんだそうなのか。じゃなかったらここにあるわけがない。悪いけどこれは父さんを呼ばなきゃな。え、これはもう普通の状況じゃないだろう。保安官呼ぶなんて。わかるだろう、ここにいちゃダメなんだよ。ロバート、いい加減にしろ。待ってくれ。何を待つの。クリス、映画が大事なのはわかるけど、この場所が殺人現場だとわかったからには。大昔のだろ。いいか、殺人事件に時効はない。俺たちは今証拠を荒らしてることになるんだ。そんなのダメだろ。でも映画が。もう十分。でも、もっと。終わりよ。保安官を呼ぶ。十分よ。でも行って。ああ、でも何も触るなよ。いいな。いや、大丈夫かなロバート。ここからさっさと出ていくべきだ。ちょっと改めてチェックしていきたいんですけども、瓶の中は空ですねなんかせめてさ、違う規制の仕方してくれよ。まるまる削除じゃなくてこの辺にさ、普通に骸骨の頭とかはあるわけじゃん。なんかそれでもいいじゃん、骨でもいいじゃんね代わりになるものをスイカでもいい、入れといてあげてね。フランクストーンも悲しんでるよ。僕の大切なコレクション日本だと見られないんだねって、じゃあ中入っていきましょう。行かなきゃ。なんだ、何をためらってるんだ。ああ、そうだよね、クリスも下降りてきたよな。うわ、持ってきちゃってる。ロバートが戻るまで外で待ってた方がいい。なんかしかも撮影してる。衝撃。それを動かしちゃダメだろ。心配。それを動かしてもいいのかな。いや、どうしよう。いや、でもあまりにもこのクリス反省してない感が強すぎて、時にはちょっと強く言ってあげるの大切なのかなって気はするような。それも愛というか心配やとちょっと弱すぎる気もするような。衝撃で一回言ってみるか。それを動かしちゃダメだろ。もう騒がないで。保安官が来る前に戻す。ほんのちょっとカメラに収めるだけだってば。俺はこんなの嫌だ。分かった、分かったから。ちょっと分かってくれ。頼むよ。もちろんなるに決まってる。だったらね、それを撮るのはやめて外に出てロバートと親父さんを待とう。あなたと映画のどっちかを選ばせるなんてひどいと思わない。俺だって好きで言ってるわけじゃない。 You haven't given me much of one either. 急に英語ハイネ、大事なところは英語で言うタイプ。私たちのことは大切よ。気持ちは分かる。でもね、今は時間がないの。これを終わらせなきゃ。集中よ。で、ここから出るの。これが終わったらまた二人の時間を楽しめる。感謝。そうだな。悲観的。後で話して解決するかな。まあでも感謝じゃないかな。あっちの気持ちも組みつつの、でもこっちのことも伝えたもんね、ちゃんと。そうだな。聞いてくれてありがとう、クリス。ええ、まあクリスとの関係は一応良くなってはいると。
じゃあ外で待ってようか。行ってて、すぐに行くから約束する。帰ってこいよ。運命が変わった。あなたはクリスと別れないことにした。ほう、あれ、私は嫉妬するべき？おい。意思も尊重しつつの、ただ無事に帰ってこいよ。お前マジで、まあ俺次第なのか。あとは大丈夫。それどんどんパワーが宿ってっちゃってんじゃない？ああ。このカメラによって力が集約されつつあるみたいな感じか？は？あ、やばい。何？さあね。うん。おお。ファンタジー感強くなってきたね。エクゾディアみたいな感じで初揃っちゃうから、フランクストーン復活だ。おおおおおおお。 I'll be back だよな、まさに。ワンチャンチェイスまで考えなくちゃいけないか。それでも撮影し、何なんだ、何が見えてる。やばい、スキルチェック来るかも。来た、フランクストーンのボレー。立ち向かう。捕まれ、今助ける。暗いよ。え、嘘。ハイメ負傷してるみたい。とりあえず、嫌なのはこっち。嘘。あんまり状況もわかんないし、運命が断たれた。あなたはポータルからクリスを救おうとして殺された。そんな。ロバートとかも周りにいたら話変わってたのかな。おい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 。犠牲者ボンボン出てるじゃない。もっと死人がゴロゴロ出るようなあの案件になってきちゃってるんだけど、どうしよう。どう？何も見た限りね。このドアは時間の無駄だって。久々だね、こっちの方。守るくらいだから貴重なものなのよ。これを解くしかなさそうね。空のスロット、何か足りない部品があるようね。よし、じゃあみんなでこの辺に落ちてるシリンダー状のピンを探すとして、見つけたとしてもどうやって残りを解くんだ。そうね、このアトリウムに何か他に手がかりがあるのかも。この大きくて複雑なロックの手がかりを誰かが置いてくれたっていうの？しかもすぐ近くに。これを試すのはどう？開いちゃった。思いつきね。でもまさかうまくいくとは思ってなかったんだ。知ってたって感じもするけどね。さあ、ということで未来パートの方に戻ってきたわけですけども、まあ未来というか現代かな。いやー、なんか尾を引いてます。ちょっと待って。クリスもハイメもどっちも行ってしまった可能性あるよね。かといってあの場面で逃げるを選択するのって、結構だって別れないこと決断した直後なんだよ。クリスとの関係を良好にしていきたい、そう思ったんだよマディな。俺はそう思ったんだマディ。なのにさ、フラフラすな周りを。あいつは、こんな展開ある？
さあということで続き気になるところなんですが、今日のところは一旦区切って続きはまた次回やっていこうかなと思います。フランクストーン今後の更新気になる方はぜひチャンネル登録してトレンドスメダーに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いやマジかよ、こんなことになると思わなかった。